音声分析は音声を特徴量へ変換、表現することである。音声とは、人の喉から言語として発せられた振動である。最も単純な表現として音声は波、すなわち、振幅の時間変動で表される。一方で波には、様々な表現が存在する。例えば、フーリエへ変換を介して、周波数表現でも等価に表現できるし、STFT により、 スペクトログラムとしても表現できる。このように波である音声を分析し、異なる表現へ変換することを音声分析という。音声分析により得られる音響特徴量には、スペクトログラム、基本周波数などが挙げられる。これらの音響特徴量は、音声認識や音声合成の入力として利用される。音声分析で得られる特徴量は、 音響特徴量と呼ばれる。音響特徴量は専門家の手による特徴量エンジニアリングで考案されたり、機械学習を利用した表現学習によって得られる。特徴量の良さはその用途により異なる。以下は音響特徴量の例である。フーリエ変換に基づく周波数解析がしばしば利用される。 これによりスペクトルやスペクトログラムが得られ、またさらなる分析によってフェードアウトやフォルマンとの教授変化が得られる。また、音声波形について DCT 変換を用いて直接数値化することも行われている。これをさらにパターンに当てはめることで伝送用に特化させたものが音声圧縮アルゴリズムのセルプであり、この数値の相関性をもとにして、 特定の人物の音声を合成することも可能である。機械学習により、アコースティックユニットを得ることを、アコースティックユニットディスカバリーオーストラリアドルという。典型的なオーストラリアドルでは、教師なし学習を用い、音声信号に繰り返し現れる単位を抽出できるようモデルを学習する。学習方法やモデルにより、au が持つ特性は異なる。 au は音声合成や言語モデルに利用される。用途により au に求められる特性は異なる。以下は具体的な手法の一例である。ありがとうございます。